ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は昨日、マウスコンピューターの方から発表されました新しいノート PC、今画面に表示しています Dive 4P シリーズ、こちらの製品割と良さそうでしたので、今回こちらのモデルをご紹介したいと思います。その前にこの Dive シリーズというのはどういうモデルなのか、簡単にご紹介しますと、マウスコンピューターは複数のノートパソコンを販売していますが、この Dive シリーズは主にクリエイター向けという位置づけの製品になります。ですので、マウスコンピューターが販売しているノート PC の中では、だいたいスペック的にはミドルレンジぐらいの製品になります。もっとスペックが高いモデルが欲しいという方の場合は、ゲーミング用のシリーズ。そして、スペックはそこまで必要ないので、なるべく安いモデルがいいという方の場合は、このマウス X シリーズなど、こういったモデルがコスパ高くおすすめのモデルとなっていますが、今回ご紹介します、Dive シリーズにつきましては、そのゲーミングシリーズとエントリーモデル、大体その中間ぐらいのモデル、かなりバランスが取れたシリーズになります。そんな中、先日発表されたのが、この新しい Dive 4P シリーズとなります。特徴としましては、ディスプレイサイズは14インチで、なおかつ重さは 1kg 未満ということで、モバイル用としても使いやすいモデルになっています。この種の低価格なモデルの中には珍しく、ボディはマグネシウム製のボディとなっていることもあり、そのせいもあって本体はとても軽量で 985g。それでいてバッテリー駆動時間は連続約12時間。搭載されている USB-C ポートにつきましては、パワーデリバリーにも対応していますので、割とパワーのあるモバイルバッテリーを使って充電することもできれば、スマホやタブレット向けの充電器で外出中に充電するということも可能になります。ディスプレイにつきましては14インチで解像度はフル HD1920×1200 ドット、厳密に言いますとフル HD よりはやや縦の解像度が高く、ネットサーフィンなどをする際も使いやすい解像度になっています。またクリエイター向けということもあり、画面の発色も良く正確に色を表現することもできますので、写真編集などにも向いているとなっています。 CPU、 具体的な型番などはこの後ご紹介しますが、第11代の最新のモバイル CPU が搭載されています。あとはメモリ周りもかなりハイスペックで PCIe Gen 4のストレージに対応しています。そのせいもあって1歳前の Gen 3も十分これはこれで早かったんですが、今回のモデルは Gen 4に対応ということもあり、その 1.8 倍の速度で駆動することができます。またメインメモリの部分につきましても最大 64GB まで搭載することが可能ですので、特に Adobe 系のソフトを使われるという方の場合、この辺自由に強化することができますので、カスタマイズの幅も広く使いやすいかと思います。インターフェースにつきましても、割とこの Dive シリーズというのはクリエイター向けということもありますので、豊富なインターフェースが搭載されており、今回は Type-C 端子、 Thunderbolt 4 端子になっていますので、この Type-C を使って映像取得などを行うこともできます。あとは最近はマイクロ SD カードリーダーしか搭載されなくなったノート PC も多くなりましたが、このモデルはフルサイズの SD カードも挿すことができますので、カメラのデータを取り込む場合も転送しやすくなっています。また生体認証につきましては Windows Hello に対応していますので、顔認証でロックを解除することもできます。映像の同時出力につきましても最大4画面。4画面というのは本体の画面を1つと数えて、それ以外に別のモニター3つに映像を出力することもでき、それぞれに 4K の映像を出すことができます。以上が今回発表されました Dive 4P の概要となります。そして何といっても気になるのが細かいスペックだったり価格かと思います。いくつか標準構成でこちらの公式サイトの方に価格が掲載されており、一番安いモデルが税込みでだいたい14万円、通常モデルが税込みで15万円、そして一番上のモデルではありますが、クリエイター向けということで一番実用的なモデル、それがこの Dive 4P の型番の最後に H がつくモデル、こちらのモデルですと税込み価格で175,780円となっています。マウスコンピューターのノートパソコンの中では少し価格は高めではありますが、その分スペックも高く、 CPU がインテルの Core i7-1165G7、 外部グラフィックはなく CPU 内蔵のグラフィックを使います。メモリにつきましてはこのモデルは標準で 32GB、 ストレージも 1TB、 当然高速な SSD となっています。その他 Wi-Fi 6にも対応してこの価格ということですので、決してコスパとしては悪くないモデルになっています。もっと他のモデル、同じマウスコンピューターから販売されています14インチクラスのモデルですと、価格は安いモデルも実は他にもあるんですが、そういう安いモデルというのはこのスペック表上はなかなか
見分けることはできませんが、ディスプレイの品質がかなり悪いモデルも多く、フリッカーといって画面のちらつきが出てしまうような安いディスプレイを採用しているモデルが実はマウスコンピューターの製品には多く、そういうモデルを買ってしまいますと長時間使っていると目が疲れてしまうということも多い中、このモデルにつきましてはマウスコンピューターの製品にしては珍しくかなりいいディスプレイが採用されており、フリッカーも少なく長時間使っても目が疲れにくい上、なおかつ色を正確に表現することができますので、写真編集などにはとても適したモデルとなっています。なおカスタマイズした場合の価格につきましては、 CV につきましては今ご紹介した Core i7 が最上位の構成となっていますので、これ以上カスタマイズすることはできませんが、メモリにつきましては最大 64GB まで、ストレージは最大 2TB まで選択することができます。このメモリ 64GB、ストレージ 2TB の SSD、 この構成で購入した場合の価格はこちら、税込み 233,800円となっています。これでも大手メーカーのパソコンを購入するよりは十分安く、コスパとしても決して悪くはないかと思います。特にマウスコンピューター公式サイトで購入する場合はこちら、延長保証サービスと同時に購入することができ、例えば通常ですと1年間の保証しかついていませんが、この延長保証サービスに加入することによって最大3年間の保証に加入することもできますので、3年使うと考えてその延長保証代を含めますと243,780円となりますので、長く使うことを考えますと決してそこまで高くない価格かと思います。まだ細かい変更点ではありますが、実はこのダイブシリーズ、昨年までのモデルにつきましてはかなりキー配列が特殊な配列を採用しており、今画面に表示するのは最新モデルのキー配列となりますが、こんな感じ、最新モデルはかなり自然な配列になっており、スペースキーの左側が無変換、右側が変換という一般的な日本語配列となっています。実はこれが昨年までのモデルですと、確か無変換か変換キーのどちらが用意されておらず、 FN キーとの同時押しによってどちらかのキーを押したことにするという特殊な配列でした。理由としましては、海外モデルを無理やり日本モデルとして販売している関係上、どうしてもそういう特殊な配列になっていましたが、自分の場合 Windows の PC を使う場合も Mac を使う時と同じように無変換を押して日本語入力をオフ、変換を押して日本語入力をオンという使い方をしていますので、以前のモデルのように無変換や変換が FN キーと同乗してなければ押すことができないという仕様の場合、かなり使いにくいということもあり、購入するのは諦めていました。そんな中、今回発表されたこの最新モデルからキー配列がちゃんと日本語配列になっていますので、自分のように無変換で日本語入力オフ、変換で日本語入力オンという、そういう使い方をする方にとっても使いやすいモデルとなっています。なお、今回ご紹介したかったのはこのモデルではありますが、実は少しだけ前にもう一つ新しいモデルが発表されており、それがこちら、Dive4N というモデルになります。このモデルも同じく Dive シリーズ、クリエイター向けのモデルとなっていますが、実はこちらのモデルにつきましてはこちら、GeForce GTX1650Ti という単体の GPU チップが採用されたモデルとなっています。CPU は先ほども申し上げました、Dive4P と同じく Core i7-1160G7 となっているほか、そこに加え単体の GPU が搭載されているため、処理性能的には確かにこちらの方が有利ではありますが、どうも調べたところこちらの方はディスプレイの品質がかなり悪く、また14インチとコンパクトなモデルですので、モバイル用の PC という位置づけではあるものの、どうしてもこの GPU を搭載している関係上バッテリーの消耗も早く、一見すると性能が高く価格的にも比較的安めの価格ということで、こちらのモデルの方がいいようにも見えるんですが、そもそも14インチというノート PC はモバイル用途で使うことが多く、その上で重要なバッテリーの寿命が短くなったり、またこちらのモデルは GPU チップを搭載した関係上、それを冷やすための冷却システムだったり、いろいろと搭載しなければいけない構造も多く、重さも 1.43kg と、先ほどの 4P の場合は 1kg を切っていましたが、このモデルはそれよりもかなり重たい製品になっています。バッテリーも持たない上、本体は重たく、ディスプレイの解像度、ディスプレイの品質もあまり良くないということですので、ほぼ同時期に発表されたモデルではありますが、こちらの Dive4N の方はあまりお勧めはできません。どうせ買うならば、今回ご紹介しました Dive4P、こちらの方のモデルを買うか、あるいは、とにかくスペックが必要という方の場合、そもそも14インチのモデルではなく、15インチだったり、あるいは17インチ、またデスクトップ PC など、
もっとスペックの高いモデルは多数ありますので、そういったモデルの方を選択される方がいいかと思います。14インチのノート PC として、やはりバランスが取れているのが、今回ご紹介しました Dive 4P の方になりますので、もしこのクラスの製品、購入を検討している方の場合は、こちらの 4P の方がおすすめかと思います。ということで、今回はマウスコンピュータの方から、14インチのモバイル PC で、かなり実用度の高そうなモデルが発表されましたので、ご紹介しました。なお、マウスコンピューターの製品をはじめ、現在 Amazon で販売されています人気のノート PC 販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。